記者のお宝大公開、2人目は田中雅宏記者に来ていただきました。なんと、私が生まれた年から入社しております、大先輩でございます。武器を手に入れましたので、こちらで撮影しながら、そちらでも撮影しながらやっていきたいと思います。森脇梨香のやってみるかチャンネル、イエーイ。では登場していただきましょう。田中雅宏記者です、どうぞ。1997年入社の田中雅宏です。ボケ多めです。お願いいたします。はい、ボケ多めから来ていただきました、ありがとうございます。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ記者のお宝を発見ということなんですが、はい、その前に、はい、ざっと略歴をお願いいたします。私のプロフィールを、はい、あ、今申し上げましたように、あなたたちが生まれる直前の、1997年入社でございまして、今年で27年目に、突入しまして、趣味はソロキャンプ、ということと、あと猫と遊ぶことということで、頑張っておりますので、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。プロフィール長めでございます。はい。、はい、実はあれですね、はい、マサさんは私たちのこの YouTube の総監督をしていただいております。うん、総監督なんて言うんですかね。はい、あなたたちの監視役というか、ね、はい、ありがとうございます。させていただいております。はい、では、はい、早速お宝ご紹介お願いします。はい、私田中雅宏のお宝はこちら、じゃじゃん。はい、こちら、成功亭さんの可愛いクッキーでございます。え？はい、嘘です、はい。中身でございますよ。はい、はい、こちらです、じゃじゃん。はい、こちら、ファミコンソフトファミスタ89開幕版でございます。初めて見ました。初めて見たゲームソフトの形をしております。はい、はい、これね、89年に出たソフトなんですけど、ルカキさんはこれできた時はおいくつでしたか？89年ですよね。うん、形になってないです。形になってない。はい、微妙なのね。これ僕がね、中学3年生の時に出たソフトで、はい、結構やり込んだ記憶があるんですけども、まあ、ただのソフトというわけではございませんで、ぜひ注目していただきたいポイントはこちらでございます。はい、じゃじゃん。はい、出ました、こちら山本昌投手のサインでございます。へえ、すごいですね。普通のソフトじゃなくて、はい、ちゃんと中日ドラゴンズ34番と書いておりまして、はいはいはい、でよく見てください、ただのサインだけじゃなくて、ここひらがな4文字見えますか、これ山桃。はい、山桃と書いております。はいはい、はい、こちらですね、実は山本昌さんが引退した登板当日にサインをいただきまして、っていうのはですね、まあ、引退されることを決められてから、私はお世話になったので、どうしても昌さんにプレゼントしたいということで、大阪の日本橋まで行きまして、で昔山本昌さんもよくやり込んでいらっしゃったというこちらのソフト、実はこの中に山本昌さんがゲームソフトに初めて自分が入ったという記念のソフトなんですね。あ、そのあれですか、よく今でもやってるパワーなんちゃらみたいな感じの、そうですそうです、野球のゲームソフトってことですね。はい、はいはいはい、で、その中に山本昌さんが初めて入って、で嬉しくてもうものすごいやり込んだということを話されてたんで、はい、で今はもう持ってないって言うから、じゃあもう形のあるものとして、で日本橋に行って、綺麗なクオリティの高いものを買ってプレゼントしようと思って持って行ったんですよ。はいはい、で当日でいろいろアポイント取ったんですよ。で試合当日なの、当然ね、失礼になるんでやめとこうと思ったんですけど、うん、なぜかマサさんが試合当日がいいと、で広島の宿舎まで持って行ってほしいって言うんで、持って行っていただけ、持って行かせていただきまして、はい、それで、箱のね入った綺麗な、結構ね満タンにしたんですけど、え、あ、中古でもってことですね、中古のクオリティ高いやつなんで渡して、はい、これこちらプレゼントですって言って、でこちらプレゼントですって言って、もう一つこれを、これね結構クオリティ低いやつで、箱もなしで数千円で買えたやつなんですけど、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあマサさんこれを見て、何なの、もう一個くれんの、いやこれは一応僕自分用で買ったんですって、あ、はい、あ、そういうことねって言ったら、マサさんが自らペンを探し出してきてくれて、白いペンでこうやってサイン書いてくれて、なおかつ当時のこのソフトって、今と違って実名が NG だったんですよ。ああ、なるほど、はい、はい、そのまま山本昌では登録できないってことですね。そうなんです、だから大人の事情で、これもねファミスタっていうソフトも最初は選手の名前が例えば掛布さんだったら掛布だったりしたんですけど、はいはい、急に大人の事情である日突然掛布さんがかっちゃん、
で、ね、勝ちやんになったりとか。勝ちやん。で、山本昌さんもなぜか山桃になったんですよ。あ、それで？はい。山桃？はい。なるほど。そうなんです。で、山本昌さんはそれで面白がっていただいて、ここに山桃ってサインして僕にくれたという。へえ、あ、初めはあの山本って書くと間違ってもう書いたんかなと思います。その名前間違える人はいない。はい、あ、粋な計らいで。そうなんですよ。しかもこれ引退当番当日です。すごいですね。そう、マサさんってすごいあの試合当日ピリ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 される方なんで、もういろんなルーティンもこなされるしっていうことだったんですけど、うん、もう最後ね一人のバッターだけっていうことなんで、もうその日でいいよっていうことで、試合前にもかかわらずお時間作っていただいたと。いうことでございます。マサさんがマサさんにサインをもらったんですね。同じマサヒロでございます、はい、すごいですね。そうなんです、こちらね。はい、はい、これは今でも大事に飾ってるんですか？もうあの家にちゃんと飾ってるんですけども、まあ、もうこっちが、ね、空白でしょ。はいはい、あの実はねこれあのドラサンズの山桃のデビュー作品でもあるんですけど。それは何？まあ大人の事情でね、ドラサンズの山桃のデビュー作でもあるんですけど、はい、ホイールズの川重のデビュー作でもあるんです。それは何？まあ当時のドラゴンズの監督だった谷繁さんがね、はい、太陽ホイールズのルーキーだった時にこのゲームに入ったんで、ちょっとこっちにホイールズ川重もサインしてもらったらよかったかなっていう一つの後悔はあるんですけど。なるほど、欲張りですね。なんかあの山本昌さんってゲームのイメージキャラかなんかなってませんでした？そうなんですよ、数年前、しかもこのファミスタのイメージキャラに就任されたんですよ。はいはい、あ、そうなんですね、はい、あ、これの？いや、この昔のファミコンソフトじゃなくて、はい、その今風の、僕ちょっと今もやってないんでわかんないですけど、なるほど、 今のファミスタのゲームのイメージキャラに就任されて、はいはい、しかもそのナムコスターズっていうチームの山桃選手として。あ、山桃のままなんですか？これね、僕ね、勝手な推測なんですけど、はい、マサさんが多分ですよ、あの僕がプレゼントしたこのファミスタ気に入っていただいて、もういろんなところで、いや実は担当記者の田中君からこんなのいただいたんだよねみたいな話をされて、それが巡り巡ってバンダイナムコさんの耳に入って、でそれで、あ、じゃあ山桃でもう一回ちょっと頑張っていただこうかなみたいな、そんな話になったんじゃないかななんてね、想像しながら、これを見ながら、お茶を飲んでます。夢はいくらでもね、語れますからね。広がりますからね。はい、広がりますね。はい、そうなんですね。で、こちらね。はい。はい。いいですね。ありがとうございます。以上、記者のお宝大公開は、田中昌宏記者に来ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。あ、そのままどうもありがとうございます。